皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。えー、どうも、私です。流行り神3、続きやってまいりましょう。えー、はぐろくんと、鴨泉さんチーム。で、私と、小暮さんチームに分かれて、それぞれ探索と、まあ、あやさんたちの身柄の確保をね、身柄安全の確保をしていこうっていう感じですね。 えー、そこで僕は、チラリとネイル木村さんを見た。鴨泉警部補、木村さんはどうしましょうそんなに大勢が乗れるほど車は大きくないし、このままにしておきましょう。私たちが様子を見ておくわ。ロズ先生も休ませておいた方がいいと言っていたことだしね。それなら木村さんも安心だ。わかりました。ではお願いします。じゃあ行きましょう。はーい。 鴨泉警部補の号令で僕たちが行動に移そうとしたその時。え待ってください、私も残ります。ロズ先生。僕たちが疑問の眼差しを向けると、ロズ先生は真摯な表情でこう言う。私もあなたたちと一緒で通報を受けて、なんかロズ先生怪しいねんな。限りなく黒に近いねんな、この人。チャコールグレーやな。 チャコールグレーローズ。私には生存者の確認をする義務があります。義務はない。お願いです。私も一緒に施設内の探索チームに入れてください。お前、カモさんにいらんことすんなよ。ロズ先生、それを聞いたとき、僕は黒崎さんの話を思い出した。ロズ先生は献身的な医者だという話を。 本当に、その話の通りの人なのだろう。もちろん断る理由もない。もう、怪しいねんって、チャコールグレーやって。むしろ、ロズ先生の言葉に感動している自分がいた。わかりました。ロズ先生も私たちに同行してください。鴨泉警部補も異論はないようで、腕を組んでそう言った。じゃあ、私たちはもう行くわね。水上くん、小暮くん、あとはよろしく。 応援頼みますよ、先輩。彼女たちをお願いします。はい、任せてください。警部補たちも気をつけて。僕と小暮さんに見送られて、鴨泉警部補たちは部屋を後にした。えー、てかさ、最初にちょっとルート間違えたとき、ゲームオーバーになったとき、春なさん、同じ車に乗せたらやばくなかった。大丈夫かな 事情を話すとみんなはすぐに賛同してくれた。当たり前だが一刻も早く施設から出たいとみんな思っていたらしく、手放しで喜んだ。特に春菜さんがそれまでの不機嫌さが夢だったかのようにはしゃいでいる。本当にここから出られるの春菜助かるの廊下を歩きながら何度も何度も聞いてくる。その度に小暮さんは合図地を打たなくてはならなくて、 バネ仕掛けのおもちゃのようだった。一方でエミリーさんはアヤさんに支えられて歩いている状態で、かなり辛そうだ。黒崎さんは一人で歩けるくらい回復したようだが、不安げにあたりを見回している。そうこうしているうちに玄関へとたどり着いた。あ、そうやんな、私も今思ってん。ドア閉まってるって。 あれ僕たちが入ってきた時は開けっぱなしだったドアが閉まっている。僕の記憶が確かなら、ロズ先生が施設に入った時も開けっぱなしになっていたはずだ。首をかしげながら僕はドアを開くために手前に引いた。何か途中で引っかかった。ひょっとして押し戸だっただろうか。だが押しても引いてもドアは開く様子はない。鍵がかかっている。 それならこちらは内側だから、解場するひねりがあるはずだ。手すり付近を見てみるが、それらしきものは何もない。あるのはドアのすぐ横に取り付けてある電子パネルだ。あら、なんでかしら。電子ロックがかかってますね。黒崎さんが横からパネルを覗き込む。出入り口なんかでも他にもいくらでもあるでしょ窓割るとかさ。 屋上行って上から <laughs> ロープで降りてくるとかさ。ちょっとララクロフト方式で。電子ロックですかはい。こういう施設ってかなり厳重な作りになっているんですよ。停電したら終わりやん。普通の鍵だったら合鍵が作られちゃうかもしれませんし、ピッキングもありえますよね。だから電子キーなんです。でも普段だったら内側からなら開くはずなのに。 どういうことなんですか誰かが設定を変えてしまったみたいです。普段は内側だったら何もしなくても開くんですが、今は暗証番号を入れないと開かないように設定を変えられてしまってます。でも、黒崎さんだったら管理人だから開けられるのではありませんかマスターキーみたいなのないの私が知っているのは外から入るときに使う番号だけなんですが、 それでもいいです。念のため試してみてください。はい。黒崎さんは手慣れた操作でキーを入力していく。防犯のためか、かなり長い暗証番号のようだ。すぐにすべてを打ち終えて、黒崎さんは手を離した。何かが起こったような気配はない。あ、ごめんなさい。打ち間違えちゃったみたいですね。 黒崎さんは慌てて再度キーを打ち込んでいった。だが黒崎さんが入力し終えてもディスプレイには暗証番号が間違っていますという表示が示されている。開かないわ。信じられないといった様子で彼女は僕を見た。そんな、だんだん雲行きが怪しくなってきた。僕たちがこの施設に入ってきたとき、このドアは何ともなっていなかったはずだ。 ロズ先生と会った時も普通にドアは開いていた。それなのに今は閉ざされている。つまり、誰かが扉を閉めた上で暗証番号の設定を変えたとしか考えられなかった。黒崎さんの話に出てきた暴れる被験者。彼らがやったのだろうか。はじめは僕たちが何を話しているのかわからないといった表情で、なりゆきを見守っていたアさんたち。だが次第に、 状況を理解してきたようで、顔色がだんだんと悪くなってきていた。黒崎さん、他に出入り口はないんですか裏口とかあるでしょう業者用のとか。防犯上の問題から出入り口はここにしかないんですよ。黒崎さんは悲痛な面持ちで首を振る。えー、そういうのって建築法とかの関係であかんもんちゃん。出入り口何個か作らないかんとか。なんか決まってそうやけどね。 では、窓はどうでありますか小暮さんが提案した。開け閉めできないみたいでありますが、割ればなんとか。それはとても明暗に思えた。だが、ダメです。あの窓は防犯のため、ワイヤーが中に仕込まれています。割るなんてとても。そんだけ防犯防犯って言っててさ、セコム入ってないの。<laughs> 思ったけど。そんだけ防犯意識するんやったらさ、窓が揺れたりしたらね、セコム来るとか、 なんか中途半端やで。玄関もダメ。裏口もない。窓は開かない。ここから出られない。僕たちは閉じ込められたのだ。刑事さんの嘘つきここから出られるって言ったジア涙目で春菜さんが訴える。今までのヒステリックとはわけが違う。心の底からの絶叫だった。春菜さんだけじゃない。あやさんもエミリーさんも無言だったが、 目で不安を訴えてきていた。春菜帰れるんじゃないのなんでよ春菜が何をしたって言うのね教えてよ。何をしたのってお前知見来たやんけ。高額なアルバイト代に目がくらんで来たやん。お前がやったことはそれ。お前の財はそれ。わかった本当にそれしか言えなかった。閉じ込めたのはこの施設に潜む誰かがやったことだが、ぬか喜びさせてしまったのは僕たちなのだ。ほんま そこに責任感じる必要ってある小暮さんも悔しそうに歯を食いしばっている。そんな収集がつかない事態に混乱していると。あれ先輩たちどうしたんですか場に似合わない間延びした声が響き渡った。まあ、でもさ、インドーさんにここに来るって言ってあるから、あまりにも帰り遅かったら、あの人のことやし、なんやかんやで応援よこしてくれるんじゃ なんかすごい上に口聞き聞くみたいやし。何やってるの出て行ったんじゃなかったの続いてかけられたのは冷たい印象の女性の声。ハグロさんと鴨泉警部補だった。廊下の角から二人、二人とも怪しそうに、いぶかしそうかな僕たちを見ている。それもそのはず。二人からしてみたら、僕たちはすでに施設から去っているはずの人間なのだ。 いつまでもここに残っていていいわけがない。鴨泉警部補の絶対レ度ドの視線が、早く仕事しなさいよ、と言っているかのようだ。言いにくかったが、はっきりと答えた。それが、玄関が開かなかったんです。何でも電子キーにロックがかかっているとかで。ええー、途端にハグロさんが驚愕した。でもそれ、いじれば解除できるんじゃないんですかダメなんです。 管理人の私でも無理でした。黒崎さんが申し訳なさそうにうなだれる。他にも、出入り口は玄関だけなことや、窓を開けたり壊したりすることも不可能であることを伝えた。この施設から出られない。僕たちは閉じ込められたようですと。そう。鴨泉警部補は神妙な面持ちでうなずいた。私が確認するわ。待ってて。 自分の目で確認してみないと信じられないのだろう。鴨泉警部補は電子キーを前に真剣な表情をする。鴨泉警部補なら電子キーを開けることができるだろうか。普段の頼もしさから彼女なら何とかしてく,るくれるのではと思う一方、管理人でも無理だったのだから何をしても無駄なのではと無意識のうちに考えてしまう。 いけない。警察官である僕がネガティブになってどうするんだ。喉が渇いた。後ろで春菜さんがぽっつりとつぶやいた。春菜、わがまま言っちゃダメだよ。水が飲みたい。春菜、あやさんが静止するが、春菜さんは呪文のように同じ言葉を繰り返す。水、水が飲みたいのよ。帰らせてくれないなら水くらい飲ませてよ。 そう言われては僕たちは何も返せなかった。小暮さんちょっと唾液を <laughs>、唾液をコップに食めて春菜さんに飲ませておやり。食堂に行きましょう。鴨泉警部補、引き続きよろしくお願いします。わかったわ。ま、さすがに水道管が破裂とかそんなことまでなってないでしょう。う施設の中がボロボロなだけでさ、水道管って <laughs>、ま、多分、地面の下とかにあるやろうから、 ねえ。だってそうじゃないとトイレとかも大変やん、これ。僕の先導にみんな黙ってついてくる。その途中は、ツヤのように新築咲く、静かだった。まあでもそうか、食堂があるんやったら、ご飯も食べれるかもね。食堂に着いた途端、春菜さんは水道に向かって走り寄った。 はじめは黒崎さんが用意したコップを使って飲んでいたが、今では顔を蛇口の下に入れ込んで、ごくごくと喉を鳴らしながら、直に水を飲んでいる。うわ、これ怪しいな、ちょっと。これ、春菜さんもしかして、変身するんちゃう <laughs> いくら飲んでも満足できないらしく、さっきからこんな状態だ。その姿には危機迫るものがあった。春菜。綾さんが心配そうに声をかけるが、 はるなさんの耳には届いていないようだ。はるなもうやめなよ。二回目、あやさんがそっと肩口に触れると、春るさんはその手を振り払った。そのまま何かを喋ろうとしたが、ゲホゲホと咳込む。水が気管に入ってむせたのではなく、咳のようだった。エミリーさんがずっとしているあの変な咳だ。エミリーさんもそうだが、はるなさんも確実に体調が悪化してきている。 だだんだん体が重くなってきたの口元を拭いながら春菜さんが吐き捨てるようにつぶやく顔を上げた春菜さんの頬が幾分かこけてしまっているように感じた「いくら飲んでも飲んでも喉が渇くのこのままじゃ春菜は死んじゃうねえお願いだから春菜のこと助けてよ」まぶたを限界まで開いて春菜さんが雄たけびをあげた。 僕に懇願するように寄り添ってきて。落ち着いてください。体にも触りますし。さっきからそればっかじゃない。この役立たず。うぅ<う>。春菜さんに共鳴してか、エミリーさんがコップを持ったまま泣き出した。小暮さんはどうしたらいいのかわからないらしく、おろおろしている。周りを見ると皆、不安を通り越して、絶望を顔に宿していた。 僕がしっかりしないと。鴨泉警部補がハイヒールをカツカツと鳴らしながら帰ってきた。僕と小暮さんは急いで彼女に駆け寄る。鴨泉警部補、玄関は無意識のうちに期待がこもっている言い方になってしまった。だが鴨泉警部補は首を横に振ると、ダメだったわ。 分かってはいたが、自然にため息が出てしまった。少なくとも、ロズ先生が入ってきた時まで、ドアは開けっぱなしだったはずですよね。誰が閉めたんでしょう私たちを閉じ込める必要がある人物がいるとしか考えられないわね。やっぱロズ先生ちゃうか閉めたんは。だとしたら、誰が何のために僕たちを閉じ込めたのだろう 考えてもキリがないが、気味が悪かった。今まで以上に警戒する必要がありそうだ。なんとか表に出る方法を探さないとね。鴨泉警部補が願いのように呟く。<laughs> でも助けを呼ぼうにも電話が通じませんしね。羽黒さんも頭をかきながら言う。黒崎さんの話に出た、暴動を起こした人たちも行方不明のままであります。 小暮さんも苦い表情で言いやる。分かってはいたが、状況は以前よりも悪くなっていた。鴨泉警防の方は何か進展はなかったんですか一応全室見てきたわよ。どこもかしこも荒れているだけで、特に変わったものはなかったわね。でも、クローゼットの中まで調べたわけじゃないから、誰かが潜んでいる恐れもあるけど。 私を襲った人もまだいるんじゃないでしょうか。横から黒崎さんも不安そうに述べる。それと、公衆電話を確認したけど、やっぱり電話線が切られていたわ。多分、故意に切られたものね。そうなんですか。鴨泉警部補の言葉に緊張が走る。僕たちの確認していない誰かがこの施設の中にいるということだ。 ここに留まるのは危険ですね。やはりそういう結論に達した。何が何でもここから脱出しなければならない。研究室もざっと調べたけど、何か手がかりがつかめたんですかいいえ、この施設が何を研究していたのかはわからなかったわ。パソコンもすべて壊されていて、調べようがありませんでしたもんね。ハグロさんがしょぼんとうなだれる。 ロズ先生が研究室に残って手がかりを探してくれてるわせめて研究内容が分かればそれロズ先生ささらに何かを隠滅しようとしてないそれさえ分かればハルナさんたちの治療法も見当がつくというのにロズ先生が何か調べてくれることを祈るしかないと僕たちが口をつぐんだ一瞬もう一人の自分 黒小さなささやきだったが静まり返った食堂ではかなり響いてしまった僕たちは自然と黒崎さんに注目していたあごめんなさいうるさかったかしら黒崎さんもそんなつもりじゃなかったらしく慌てて手を振っている黒崎さんそれは何のことですか何がかしら その、もう一人の自分という言葉ですよ。えそういえば黒崎さんは先ほど僕が、ここでは何の実験を行っていたのかと聞くと、やけにうろたえていたような気がする。知らないとは言っていたが、本当は何か知っているのではないだろうか。黒崎さんお願いします。何かご存知なら話してください。黒崎さんは口をつぐんでいたが、やがて何かを決意したのか。 ゆっくりと話し始める。さっきは黙っていてすみません。実は私、聞いたことあるんです。ここで恐ろしい研究をしてるって。本当なのはい、あの、この研究所、こんなに広い割に研究員が7名いるだけなんです。夜になると静まり返って、本当に薄気味が悪いんですよ。私の勘違いかもしれないんですが、 たまに人数を数え間違えてしまうこともあります。施設の中に誰がいて何をしているのか管理人である私にもわからないんです。はあ。まだ不思議なことはあるんです。被験者用の部屋の共鳴を磨いていたら自分じゃない人影がぼんやり映ったり、誰もいないはずの部屋から人の声が聞こえてきたりするんです。だあなた、さっきから何が言いたいの 階段話なら、ここを出てからにしてくれる。案の定、鴨泉警部補がイライラしながら割り込んだ。しかし黒崎さんは真顔で一歩前に踏み出すと、違うんです。最後まで聞いてください。それで私、そのことをある時に研究員の一人に尋ねたことがあるんです。すると彼、意味深に笑ってこう答えたんですよ。もう一人の自分を生み出せたら、便利だと思わないかい 私はすぐに、その研究をしているのって聞いたんですけど、彼は答えてくれませんでした。でも、あのニヤニヤした笑いは、そうだよと肯定している顔でした。クローン作ってんのかな黒崎さんはそこで話を切ると、周囲の反応を伺うように眼球を動かした。つまり黒崎さんは、この施設がもう一人の自分を生み出す研究って、 とゴジアな、もう一人の自分を生み出す研究をしていたと言いたいのだろうか。いきなりそんなことを言われても話が抽象的すぎてよくわからない。だが、黒崎さんの話はまだ続いていた。その時、彼は誰にともなく変な言葉を言っていました。意味はよくわからないんですが、確か、ドッペルゲンガーとか、ど <laughs>、 出たードッペルゲンガー黒崎さんの言葉に羽黒さんがすぐさま食いついたえ確かそんなそれって何です簡単に言うと自分そっくりの人のことですよドッペルゲンガーというのはドイツ語で二重の歩くものという意味で自分でもう一人の自分を見たり自分の姿を第三者に違うところで目撃されたりする現象のことですね 本人がが会うとと死ぬとか、様々な都市伝説があるんですよ。ドッペルゲンガーの特徴としては周囲の人間とは会話をしないというものと本人に関する場所に出現するというものがあるそうなんですね自分のドッペルゲンガーを目撃するってことは寿命が尽きる寸前の証という都市伝説もあるんですよアメリカ合衆国第16代大統領のアブラハム・リンカーンや アクタガワリュノスケ、ゲーテ、それに帝政ロシアのエカリテーナ、エテカリーナ、エカテリーナ、エカテリーナ2世なんか、ドッペルゲンガを見ちゃったらしいですね。前者の二人は伝説の通り、本当に不幸な死に方をしましたしね。リンカーンは暗殺されて、アクタガワリュノスケは自分で命を絶ちました。ゲーテは長生きしたんですけど、馬に乗って走ってくる自分を見たというのが有名なんですよ。 エカテリーナ2世ももう一人の自分が玉座に座っているのを見た直後に亡くなったらしいです。特に、芥川龍之介は著書の二つの手紙や歯車なんかでドッペルゲンガーを題材にしているんです。二つの手紙では主人公である語り手がコンサート会場や道端で自分や妻のドッペルゲンガーを目撃しちゃうんですね。 主人公はその恐怖を日記に記していたんですけど、ある日、自宅に帰ってくると、なんと自分と妻のドッペルゲンガーがその日記を見ているんです。怖いですよね。ちょっと怖ないその話。<laughs> ちょっと怖い。ドッペルゲンガーたちはそうすることで本体、主人公が怯えているか確かめていたそうですよ。けどこの話では、主人公を追い詰めるのはドッペルゲンガーじゃないんです。 ドッペルゲンガーのせいで不定を噂されるようになった主人公の妻が失踪しちゃうんですよ。主人公の怒りはドッペルゲンガーじゃなく世間の無神経な人たちに向けられる形で物語は終わりです。結局ドッペルゲンガーは主人公を死に追いやることはできなかったってわけですよ。それで2つの手紙から10年ですね。 芥川龍之介の遺作となった歯車でもドッペルゲンガーは登場するんですよ。ただ、それを見るのは主人公本人ではなく、第三者である知人たちです。しかもドッペルゲンガーは作中に登場する歯車の幻覚や黒と白、レーンコートの男と同じで、主人公に死を宣告するものでしかないんですね。 二つの手紙があくまでもドッペルゲンガーを扱った創作であるのに対して、歯車という作品はエッセイなのか創作なのか、またはただの覚書なのか、よくわからない方式で物語が進んでいくんですよ。ただただ死について淡々と書いてあるんです。それと、芥川龍之介が晩年に書いた未完の作品で、人を殺したかしらというものがあります。めちゃめちゃ詳しいな。 これは芥川龍之介、未定、ん未定公衆には、夢というタイトルで収録されているらしいですね。あらすじはこうです。ある日、主人公である青年が人を殺しちゃう夢を見るんですよ。それは次の日になると現実のものになっていて、主人公はだんだん本当に自分が殺したのかもしれないと思うようになってしまうんです。 最後にはもう一人の自分がいて、そいつがやったのかもと考えるようになるんですよ。それはまるでドッペルゲンガーに悩む芥川龍之介本人を題材にしたような話だったそうですね。実は彼が自殺する前日に編集者がこの作品を見つけていたそうなんですよ。編集者がその原稿を見ようとすると、芥川は怒り、これは失敗作だから見るな。 原稿をぐちゃぐちゃに破り捨ててしまったらしいですよ。その翌日、芥川龍之介は布団の上で死んでいました。睡眠薬を多量に摂取し、自殺を図ったそうなんです。そして昨日、芥川本人が破り捨てたはずの、人を殺したかしらの原稿が、綺麗な状態で机の上に置かれていたそうです。というわけで、 この通りドッペルゲンガーという現象は死を意味するものが多いんですよ。僕もそれとなくドッペルゲンガーのことは知っていたが、そんな著名人たちが目撃していたなんて知らなかった。<laughs> めちゃくちゃ物知りやな、ドッペルゲンガーに関して。何バカなこと言ってるのよ。ありえないでしょ。しかし、カモイズミ警部補はあっさり切り捨てた。その言葉はハグロさんへ対してでもあったようだが、 そんな話を持ち出した黒崎さんへという意味合いの方が強かったようだ。でも私は確かに、時間の無駄だったわね。次の対策を練りましょう。鴨泉警部補は黒崎さんの話を聞く気が全くないようだ。羽黒さんや小暮さん、そして僕という編さ室メンバーを呼んで、あれじゃないこれじゃないと話し合い出す。 そんな中僕は黒崎さんの視線に気づいた。うん、ここまでにしようか。ついに閉じ込められてしまいましたね。クローズドサークルってやつやね。続き、また今度やっていきましょう。ありがとうございました。